皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は野菜がたくさん食べられる一品ですね。パリパリ無限キャベツカレー風味サラダを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回は野菜が美味しくたくさん食べられる東洋水産のパリパリ無限キャベツの素うま塩味を使います。では早速作っていきましょう。鍋に水と酒を入れて火にかけ、沸騰したら鶏ささみを入れます。蓋をして弱火で中までしっかり火を通しましょう。キャベツは千切りにします。貝割れ大根は根を切り落とし半分に切っておきましょう。パリパリ無限キャベツの素の麺を手で細かく砕きます。鶏肉に火が通ったら冷まして手で細かく裂きます。キャベツの入ったボウルに貝割れ、ささみ、コーン、カレー粉、パリパリ無限キャベツの素の麺と添付の粉末スープと特製油を加え、よく混ぜ、器に盛り付けます。ミレーのワンポイント。カレー粉の風味が味のアクセントになり、食欲が増しますよ。パリパリ無限キャベツカレー風味サラダ、出来上がりました。